ムと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。ファラオが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。了解なのじゃ。道中の敵はファラワに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。葬儀の将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきなのだ。父上の危機なのじゃ。ファラワが助けに行くぞ。おい、我が自由で葬ってくれるわ。自由ね、やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘となら、うまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は関雲長、援軍として参った。随分劣勢のようだ。関殿が来てくれたか。うまくやれば花崗殿殿をたきつけられるかもしれない。関殿、花崗殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。しゃっ、ただの夏で。我こそ天下無双なり。こうも思い通りにならんとは。少し仕置きが必要か。金星軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。軍神カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。よかろう、お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の毛の借り、そこで見ていろ。花崗殿殿の目の色が変わった。きっとこれで何とかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。魔獣殿のもとへ案内するのがいいだろう。芝生殿、魔獣殿の部隊に助勢してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。魔獣なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるよ。めんどくせえけどやるしかないか。ここぞ
援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあ、来たからには手を貸せ。二人は奮系のコンビ、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。ソイン、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。ソイン、中央を守りきれ。今さら敵の増援と。体勢は塔に立て直した。迎撃しろ。かしこまりました。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、我こそ天下無双なり。おのれ、姑息な手を使いおるわ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。影の遠兵剣山。待ってました。さすがは半蔵の旦那。いざ戦おう。戦は知略でするものと思い知るがよい。上杉の過去この過去を現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気を。この身をもって敵取り出とならぬ。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。討ち取ったい。そのまま敵を引きつけろ。各部隊、孤立せぬよう注意するの。果汁に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。関羽の力などいらぬ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。下降とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。急増軍とはいえ侮れぬ。俺の傷、貴様に増やせる。本来平八、止められまいぞ。この地を逃すわけにはいきません。衝突です。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ、我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないので。ダメだ、ダメすぎる。家康様に手出しはさせません。この状態の直虎が相手なんてな、まるで手が抜けねえぞ。この戦場俺が混沌に飲み込む。
手を生み負けられぬ。これより打って出る。討ち取った。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。過去と拙者の参ろう。勝手にしろ。深く師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。連携が取れなくても取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。我こそ天下無双なり。